だけど、実はね、タバコを売る人たちって大人の人たちはお客さんとは考えてないの。皆さんのような小中学生高校生にどうやったら買ってもらえるかっていう作戦を実は考えてるんだよ。そうだからみんなが面白そうって思うようなものを作るっていうのも一つの作戦なんです。だから相手がどんなことを考えて作っているのか、売ろうとしているのかっていうことを知るっていうことは騙されないためには重要なこと、大事なこと、うん、だから一生懸命考えてちょっと探ってください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます来たやつがすごく怖かったし、あと今まで喫煙なんか吸ってる人の煙がいっぱいある場所とかに長くいたこととかあったので、もうなんか行きたくないなって気をつけるようにしたし、うんうんうん、あと親にもタバコは毒ガスっていうのを教えてあげたいです。うんうん、です。はい、今までタバコの煙が多い場所って例えばどういうところにがあるの？お父さんとかが、まあ、結構吸ってて、うん、車とかで吸ってたりするから、ああそのなんかやってもらうときに車に長くいた時があったので、ああ、そういうところも喫煙所と同じかなと思って。そうだね。お父さんタバコ吸いながら運転するの？吸いながら結構仕事で長くいるからわからないんですけど、吸ってるって車で吸っていた。うん、車に乗るとタバコの匂いがする？結構します。結構するね。お父さんが一緒に乗ってる時にタバコを吸ってなくても、その車に乗ると匂いがするっていうと、その匂いを嗅ぐっていうこともやっぱり受動喫煙と、もう一個三次喫煙っていうことになってしまうので、すごくやっぱり本当は避けてもらいたいことなんだよね。うん、三次喫煙っていうの覚えてる？タバコ臭い部屋とか車に長い時間いるとやっぱりその毒ガスを吸い込んでしまうことになるっていうことですね。はい、気をつけましょう。5年2組のスライユマです。質問ですけど、はい、スライドとかでタバコのデメリットについて教えてくださったと思うんですけど、うん、もっとデメリットを教えてほしい。はい。例えば、今覚えてるデメリットどんなことがあるの？寿命が縮んでしまう。うん、あとすごい見かけが老けて見えちゃう。うんうん、そうね。あとは？あと肺が汚れちゃったり。うんうんうん。そうだな。まあタバコのデメリットってもう数えればもう何十何百っていう数の、まあ、病気の名前もあったりデメリットがあるんだけど、私がその中で一番大きいデメリット、マイナス点、困ることは、あとは例えば一番怖いこと、タバコを吸うことの一番怖いところは何かっていうと依存症ですね。ハマっちゃうっていうことね。もうタバコを吸わないと生きていけない、もう日常の生活が落ち着いて過ごせない、1時間もするとああ吸いたい吸いたい、トイレ行きたい行きたいみたいにそわ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 して吸えない場所にずっといるとイライラしてきたり気持ちが沈んだりっていうことで、タバコにもう日常生活をもう支配されてしまうっていう依存症になるっていうことが一番タバコの怖いところだし、マイナスのデメリットなところだと思います。で、いろんな病気はあるんだけど、
一番最初になる病気も依存症です。例えば心臓病とか脳の血管破れちゃう病気とかがんとかっていうのは毎日毎日吸って10年15年吸い続けてなる病気なんだけど、依存症っていう病気はそうね、大体みんなの年齢でタバコ吸い始めたとすると6本7本吸っただけではまります。だから一番最初になる病気が依存症なんです。で毎日毎日吸い続けていろんなまた心臓病やあの血管の病気になっていったりするので、一番怖いところデメリットはハマっちゃうっていう麻薬だっていうところがタバコの一番怖いことかなと思います。はい、ありがとうございます。ごめんね、順番関係なくて切った順から詰めてほしい。そんな悪いものを作ってるのか売ってるのかっていうのはやっぱりお金儲けになるからだね、一番はね。そこが一番かな。だね。あとはね、タバコの本当の話、みんなが勉強してもらったタバコの本当の話が分かったのは日本の場合には大体20年ぐらいしかまだ経ってないんです。はい、なので今はその話を一生懸命広めている時なので、だからまだ毒が売られていたり、それこそ税金をかけてお国のためのお金になったりしているんだけど、だけどいずれはみんなが大人になる頃にはっていうか、みんながこの国を作っていく時代にはぜひタバコをの必要のない世界に国にしていってほしいなと思って今日のお勉強はしてもらってます。はい、よろしくお願いします。はい、大人をね教育し直すのは大変なのよなので みんなが最初から正しいことを勉強してもらうことの方が早いので頑張ってください。はい。